どこにいるの、どこにいるの、眠るシンデレラ。私に寄り添う彼女の声をかき消してみせて。時計の針は胸を刺しながら回っている。それでもバネを巻く、パパとママたち。ねえ痛いんだよ、やめてよって言えばいいの。彼女は無駄だよと耳元で囁いてる。7階から見える明かりの先へ、このリードの長さで届くかな。逃げ出そうかロミオと電車に揺られ、狭い狭いベローナの外まで。もう帰れないねなんて一言みたいに言おう。赤い甘いリンゴを食べながら、動き出した銀河鉄道、闇をかけてどこまで行けるかな。迷子の3人を乗せて、不機嫌そうな顔をしてる彼女と、笑う彼の間で夜は更ける。引き返そう、この先に居場所はない。悲しそうに彼女はつぶやいた。わかってよ、私はあなたが憎い。だから違う結末を見せたい。ねえ、あの辺り絶えなすぎた頃、彼女の小さい声がした。きっとお別れなんだね。どこに行くの、ここにいてよ、嫌いな私。望んでたんだよ、だけど今は二人にしないで。12時の鐘が鳴る前に結ばれて、熱の冷めてしまったシンデレラ。眠るように静かに目を閉じてゆく。さよなら私だけのジュリエット。ああ多分私あなたが好きだ。ああ